次22回。ここはね、もうね、結構癖があるステージでございますね。ボスは、水属性になりますね。水属性になります。で、お助けデッキの詳細は、ケロンと、なんだっけ、緑川だっけ、これ。モンストクローバーね。進化前が緑川でね、トニー緑川。モンストクローバーね。モンストクローバー、マーリン。タンポポですね。ギミックが重力バリアだっけ？重力バリアのみになっております。で、ここね、注意しないといけない。本当に、初見殺しだと思う、このステージは。何を隠そう？ボス戦入ってからね。まあ、中ボスもそうなんだけど、まあ、ケロンいるとね、だいぶ緩和はされるんですが、最初の1手目、ボスを殴って怒らせてはいけません。怒るとね、めちゃくちゃ強い攻撃が来るから、最初の1手は、ボスは殴らないようにしないといけない。ただ、水属性耐性を持っているキャラが多めにいるのであれば、全然殴っても耐えられるんだけど、多分このメンツだとね、耐えられないと思うんだ。最初の一手はボスを殴らないように、ちょっとねキャラの位置を意識しながら調整しないといけない。まあ、ここら辺はねもう全然ゴリッゴリ削ってって火ダメを抑えていくのが大事。まずは火ダメを抑えていくのが大事になりますよと。まあね、これケロンにね、毎ターン当たれていれば仲間自体はね防御アップするので、初手ねワンチャン殴っちゃっても耐えられる可能性はある。このね、バハムーチョがさ、バハムーチョさんが初手殴って怒らせると、とんでもない攻撃をねボス戦に入ってからだとしてくるわけよ。一体何なんだというぐらいの勢いのね攻撃をしてくるわけですよ。これさ、初めてやった時本当に初見殺しだよね。そろそろちょっと味方がくっつかないように調整していかないといけない、打ち方もね。あ、言うてね、多分ね、こうやって適当に打ってばらけさせておいても大丈夫な気がする。で、ここの中ボスね、こっからちょっと初手殴っちゃうと、とてつもなく痛い攻撃が飛んでくることがあるんで、一応ね、ここはまあ、下の敵をこうやって殴れるような感じで薄めにやっとけば、これがね、怒るととんでもないダメージの攻撃になるわけですよ。で、1ターンだけね、こうやってヒーリングオールが出るので、このターンにしっかり回復をしつつ、敵を削りつつだね。で、できる限り雑魚敵は倒さないと、あとから後々火ダメがちょっと痛くて大変なことになる。まあ今はねほぼ全開状態だから特に気にしてはいないんだけど、まあね、そんな雑な感じでも、クリアはできちゃうデッキでございます。こんな感じでね、ボス入りました。で、これ初手ね、ボス殴っちゃうと大変なことになるんですよ。だからここはね、ボスに当たらないように、で、仲間のね、友情コンボを誘発してね、ボスに攻撃しちゃっても、結局同じことの繰り返しなんで、まあ初手ね、怒らせないでこのぐらい。怒らせると多分、5、6万の公民が飛んでくるかな。で、1手目終わったらもうしっかりね、こう、回復しつつね、ボスを殴るっていう感じでいいかなと。うん。これを機にさ、ギーアンさんもやってみたらいいかもしれん。やったことない方はね、これを機にね、パシャトをちょっとやってみてもいいかも。アイテムがね、本当に美味しいんで。で、こうやってね、仲間がくっついた状態で次のステージに行っちゃうと、まあ、友情コンボを誘発してね、
あのボスを怒らせる可能性が高くなっちゃうんで、ちょっと注意が必要ですと。まあ、僕の場合はですね、仲間に当たらないようにこう調整しながら横感ができるので、まあ今ケロンに当たったんですけど、ケロンの友情コンボは特に問題ないので、ケロンには当たってもよかったんで、今ケロンのところに行くような感じでね打ちましたと。でまたここはしっかりと回復を入れつつボスを殴ると、ボスを殴るという感じですね。ギアさん今初めてやってます。おお、いいねいいねいいよ、こう新たなチャレンジ大切よ。やっぱねオーブを毎月ね60箱手に入ると結構でかいと思うんでね、表だけどね。これね覇者の塔裏っていうのもあって、裏はねお助けデッキがないから多分最初の方は辛いと思うんで、こっちの普通の覇者の塔だけど、まあ結構楽に攻略はできるので、助っ人ミンとかがね余っているようであればね、やった方がいいんじゃないかなって僕は思いますね。さあここね、ラスゲ、ラスゲちょっとピンチなピロッキョくんですが、どうしよっかな。まあまあまあ、これは多分キダがもしかしたらちょっとね当たっちゃうかもしれんがね。あっ、こうやるとまあ怒るわけですよ。これまだプチ怒りだからまだ耐えれる。あのケロンの防御アップがねいい仕事をしてますね。ケロンの防御アップがいい仕事をしてたので大したダメージ入らなかったな。今ちょうどね多分モンストジェネシスさんに防御アップしてるモンストジェネシスさんにほぼほぼホーミングが飛んできたのでラッキーでしたね。はい、よっ、モンストジェネシスさんのレーザーが強すぎるんよ。まあこんな感じで、ポカをこいてもケロンに当たっていればね割となんとかなります。ここはケロンに当たることをねちょっと意識しながらボスを極力初手は殴らないようにっていう感じでやっていくのがいいのかなと思います。はい、ここは水の重心流が3つかな。